YSSS のののノイノンです。見てください、今年初じゃないけど雪です。めっちゃわかるじゃんこのマフラー、やば。のよんとテンション、イエイエイ、こんにちは、ほのぼん、イエ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 イ。今回はですね、ででん、一段のスーパーに行ってきたので、そちらで買ったものを紹介したいと思います。のよんの前でもですね、結構定期的にやっているドリンク紹介っていうのがあるんですけれども、今回もドリンク紹介中心でやっていきます。普段はなんかあまり見ないようなドリンクとかもたくさんあってですね、たくさん買っちゃいます。はーい、このものは行ってないんですけれども、のよんのだけ行きました。私にお土産あるってことだよね、私今回動画出してるってことは。まずホノボロにお土産。ホノボロさん、前世はゴリラでやってますか？違います。そうですよね。はい、ということで、ゴリラさんにはこちら。あ、ニーニー。食べていいの今。食べていいよ。ありがとう、うち今からアップルパイ食べるね。なんで？山崎のアップルパイ。なんで？今日は値段も一緒にね、主婦の皆さんとシェアしたいと思います。私のイメージって、結構お高めなイメージ。があるんですよ。ああ、一段だからね。こちらのバニーニはメキシコ産で298円、アボカドフロムメキシコで、続いてこちら、ここのなんか伊勢丹スーパー限定のシソ飴でございます。こちらのシソ飴はですね、153円です。梅味とシソ味があって、めっちゃ悩んでシソにしました。さっき梅が欲しかった。本当。続いて、さけるチーズでございます。こちらのさけるチーズは208円。え、高くない？時短だから。だっていつも1個よって。そして続いて、ここからはほのぼのが喜んだり喜ばなかったりします。こちら、でれん、甘夏のみかんジュース。こちらが1個98円が1点、甘夏2点、そして普通のみかんが1点、こちらも98円です。甘夏か普通のみかんか。あ、こっちだな。そうそう。そして続いてこちら、でれん、これめっちゃ可愛くない？そう、招き猫のモナカでございます。20% 引きされてんじゃん。そうそう、 20% 引きされてんの。こちらのモナカ、双子屋って書いてあるね。グルコサミン550円が 20% で110円引かれて440円でございます。今日食べます。そしてテレン、見てください、ペットボトルじゃないのトマトジュース。これはさ、どういうことって。この絵、こんな飲み物あるんだ。しかもこれバカ高いの。2種類あるんだけれども、こっちがストレートトマトジュースで、こっちが普通のトマトジュースでございます。2つとも確か値段が違って、うわ、どっちが高かったか忘れちゃった。なんか全部同じなんだけど、どっちかが210円で、どっちかが230円。高い方だと思う。確かに、ね、赤い方高そう。じゃあ赤い方が230円ということで、200円するんですよ。これ高くない？ちゃんとコップに出して飲む感じのやつですね。で、このタイプので、開けるまって、リンゴジュース見たでしょ。で、こちらリンゴジュースでございます。このリンゴジュースは安くて、なんと1個98円。これなんと 100% なんです、果汁でですね。このタイプなので、ペットボトルとかじゃないから、凍らせるとこうシャーベットみたいにして飲めたりとかするみたいで、これはほのぼの飲んでいいか。今？あ、今飲んでもいいよ、うん。で、いや、お前それどこでも買えんだろう。こちらのふんわりピーチ98円、飲んでみよう。これ私が大好きなドリンク。どこでも買えるだろ。こちら1本108円が1本2本。で、続いてこちら、じゃね、つぶつぶみかん。いや、これどこでも買えるだろう。じゃん、つぶつぶみかんは美味しい。あ、よかった。もう1個はシャーベットにして飲もう。こういう多分132円だから。これさ、ちゃんと書いてない、最後まで書かれてない、途中で終わっちゃってる。はい、そしてこちら、でね、飲むヨーグルト。これめっちゃ可愛くない？こちらの飲むヨーグルト300円もすんだけど、高っ。あ、やばい、奪われた。やば、北海道産です。ホークス、ホークス界言えてない。そして私たちが大好きなレトルトのユバのお吸い物、こちら100円。2月14日までもうバレンタイン、バレンタインだ。そしてラストなんですけど、これめっちゃなんか見たことないなと思って、生ハムだ、今食べよう。え、いいの？食べる？生ハムなんだけど、これガモなの。カモ、お前ガモとか言った。カモの生ハムなの。この生ハムちょっと高くて398円。高めにー。そんな美味しかった？美味しかったよ。だってなんかさ、ぶりっ子なの、めっちゃ顔についてるよ。カモハムとかかわいそう。それ言わないです、それ言わないです、つかないかったし。
じゃあ私このみかんのつぶつぶを飲みたいと思います。私今はシャケルチーズ食べたい。シャケルチーズに巻きたい。え、カモ食べよって言ったじゃん。カモに巻きたい。あーめっちゃいいこと言うじゃん。でここですね、チーズがめっちゃ売ってて、でチーズ買いました。ね、この人さ部屋にチーズ持ち込んで、これ何かなと思ってさ、フルーツかなと思ってさ、うわ美味しそうと思って食べてやろうと思ってさ、開けたらさすっごい2周して2周ってめちゃくちゃチーズだった。はい、ということでですね、ちょっと今買い物終わって車に乗ってるんですけれども、ちょっとお腹空きまして、ヒーチーズだけ食べさせていただきます。こちらのチーズ700円です。高い高い。これあれです、粉チーズのでかいバージョン。私粉チーズ大好きなんですね。粉チーズこれさ、どうする？素手で行く？私素手で行っちゃう？え、うちはね、箸で行くよ。素手で行っていい？いいよ。まずは普通に食べよう。え、どんな味？なんかさ、こうハモだからちょっとブニブニしてる。普通にハム。しょっぱ。ちょっとなんだろう、なんかブニブニしてない？そう。ちょっと癖のある感じの。全然わかんない。私こちらのつぶつぶみかん飲みながら食べます。おいしい。分厚いやつ。正解。私分厚いさハム好きなんだよね。ハム好きなんだけどめっちゃわかる。遠ざけないか。好みが分かれると思う。これ味は。マジ？とか言いながらさ結構食べちゃうよね。美味しい？ほんこのままお口合う？まあぼちぼち。ボクボク？やっぱさ普通のさ安いものに慣れてるとさ高いもの食べるとさちょっとさ味違いなって思わない？待って、ハムって生で食べていいやつだっけ？ダメだと思う。待って、生ハムって食べていいんだっけ？生で。待って、ダメじゃなかったっけ？何がダメなんだろう。ベーコンがダメなんだっけ？ハムがダメなんだっけ？ベーコンはダメだよね。ハムもダメじゃないっけ？いやハム食べていいよな。とりあえずこれめっちゃしょっぱいから、なんだろう、何かにつけて食べたりとかしないとちょっと厳しい。パンと一緒に食べた方がちょうどいいと思う。ちょっと後味かもかなって思う。食べたことないけどね。うん、もう食べたことないけど、後味が普通のハムとは違ってなんか大人の味する。分厚いし味付けがマジでめっちゃしょっぱいから、これは多分お酒だね。お酒飲みたいね。飲んだことないけど、お酒と絶対合うと思う、これは。ぜひ大人の方見てたよね、買ってみてください。はい。私ね、ちょっとドリンク紹介してるんだけど、私ほんと飲み物飲む量が半端じゃないんですよ。で、最近ね、無印に行って、究極に美味しい飲み物に出会いまして、今のところ、飲むのはこの生オレンジティーがめっちゃ好きなんですよね。この生オレンジティーが売ってるスーパーとか、コンビニってなかなかないのよ。つぶつぶ全然入ってなくない？全然つぶつぶ来ないけど、食べるよ、チーズ。食べる。あ、いいよ、あ、いいよ。うち、チーズ好き。へぇ、カマンベールチーズが好きだな。カマンベール、カマンベールチーズが好きだな。うち、パルメジャンチーズが好き。カマンベールチーズが好きだな。うちないよ、ほら、カマンベール買ってこいって。今何時だと思ってんの？もう夜だよ。明日、明日、明日、明日買いに行かない？行きません。ということで、また今度ドリンク紹介してほしいと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私もこんなオレンジティー好きってヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。これ根豆子なんだよね、うちの子ね。生ハム美味しそうって思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらビタミン C が入ってますね。夜にビタミン C 取らない方がいいって。ちなみに岩手県産のアイガモ肉でございます。皆さんもぜひね、気になったものありましたらスーパーで探してみてください。それではまた次回のアロマグルお会いしましょう。バイバイちゃん。Yeah.